民の税制は党以来の良税法です。良税法というのはです、ね、地税と低税で、地税というのは人道税、これ、一人一人に課せられる税ですね、それから低税というのは、これは要益、つまり労働税ですけれども、まあ、不益という言い方が一般的ですけれども、でこの2つのものをです、ね、利効性とのセットで実施するというものであったわけですよ。で利効性の仕組みをね、思い返してみれば、これ、上級庫と下級庫で格差あるし、 しかも特にね、この溶液に関してはね、何とも不公正がね、横行することになるわけですね。で、それと同時に、この税収も滞っていくということになると。で、これを改正するために、これらをあの一本化して、もうスムーズにしてね、銀で納めろというふうにしたのが、一条弁法ですこれは15世紀の末ですけれどもで、超巨星という人物がこれを実施する。 で、これによってですね、一時期財政は健全化するんですけれども、議員はね、日本やなんかから入ってきますからね。で、この、真相万力帝、万力帝の時代に浪費がたたって財政が逼迫をするということになります。で、漢民族王朝にありがちなね、文化にね、傾倒する皇帝の典型ですね。ですから、この人の時代は、その、民の経済力を背景にして、この、乱熟した。 まあ華麗な文化が開く花開くんですけれどもしかしねこれも身持たないですねこうなってくるとそして観覧の横暴とありますけれども合わせてねこの皇帝に取り入る皇級に特にあの力を、ね、持っていく。 この宦官,官たちがですね。ありとあらゆるですね。残言告げ口、これを弄してね。有能な官僚が去っていくということになっていきます。東林党と反党員党の対立とあります。けれども、それがその。ね、えー、意味ですね。そういう意味ですね。つまり宦官,官の応募に対してですね。それを正そうとする。党員党とや犯人と党員と宦官たちの勢力と。 一味になっている勢力との対立ということでね。多くのですね。有料な官僚が。えー、こう提出というかな宮殿を去っていくということになりました。そしてあのそういった中でですね。民には重い税が課されていきますから。高訴民権無辺の頻発つまり、これはねま1、あ、期の頻発みたいなもんですよ。あらゆるあの階層においてそういった。 こうしてに反乱がね反抗が引き起こされていくと。でプラス豊臣秀吉の朝鮮侵略ということもあってですね、民はね混乱期を迎えていきます。え民末はですね万力帝天慶帝というどうしようもない皇帝が続いていきます。あの趣味人なんですねこの二人は。万力帝は美術だしね。天慶帝はねこれはあの大工仕事とという。もう政治嫌になって。 えー、そういった趣味に没頭するという、でそれがまたあの財政の逼迫を招くという悪循環ですね、でその間に大将帝っていうね、典型帝のお父さんですけれども、なんとかしようという皇帝も現れるんだけれども、これはね、あの皇帝即位すると、短期間、うん、在位したまま亡くなってしまいます、まあ、暗殺だろうと言われてますけれども、でこの典型帝の時がね、例の、 東輪党と反党輪党の争い、特に勘の官,官の横暴のピークなんですね、この義中圏っていう極悪宦官,官が、ね、猛威を振るうんですけれども、最初はこの義中圏ね、みんなにあの喜ばれるんですよ。というのがね、この当時の,あの官人官僚というのが、まあ、朱子学の、まあ、現実とは底がない理想論を振り回して、えー、もう、まあ、浮世離れした政治を行っているもんでね、それをね攻撃するっていう。 でこれで人々はねやんやの喝采するんですけれどもしかしこの義仲堅はですねそれだけにとどまらず自分の意に沿わない、えー、人物を次から次へと闇に葬り去っていきますでこの人はねもともとがごろつきのような男だったそうなんですけれども自給といってね自らその休憩を行うことによってねであの刑罰を免れた人物なんですよ。で なんだけど不思議なことにね、女性との話が絶えないですね、で高級の,あの有力な女性たちと組んでね、その官僚弾圧が対立する勢力の一層を行っていくんですけれどもね、まあ、どっちにしても、民は混乱と衰退の極みですよ。となってくると、これ、北の方で、それまで民に抑えられていた、基本的にはその、ね、支配下にあった民族が自立を始めると。 で、これが満州族ですね。えー、女神族です。あのー、宋の時代にね、金を作ったあの女神族ですけれども、で、これの中の愛神魚炉族。これ、愛神魚炉と読みます。まあ、愛神かくと読んでもいいですけれども、日本風に。まあ そのままの発音でいけば、愛心魚ロ。ヌルハチという人物が黄金の建国を宣言するということです。満州族と書いてありますけれども、まあ、とにかくこの女神族というね、この女神というのは誠にめめしいという、まあ、こういう中国語から見た、まあ、下げんだ言葉であるので、これを嫌がって、彼らはあの、文樹菩薩信仰というものがね、ええー、彼らにはありましたので、文樹とかけて満州と、満州族と、満中族というね、えー、いうふうに、俺たち 呼んででくれととといいうふううふにしたということですだからこの建国者がヌルハチ、ね、で2代目が本体寺ですでチャハルブからフビライの玉璽を受け取りというチャハルブっていうのはねこれはねあの中国のモンゴルの、ね、部族なんですねでこれがら、ね、フビライの直系をあの称してたんだけれどもこれそこからね玉璽という、まあ、印鑑だな、えー、これを受け取ってね モンゴルの支配者に即位をすると、まあ、まだこれは形式ですけれども、そしてこの時に国王を信とします、そしてミーマというとです、ね、これは真面目な人物です、数帝帝が即位をしてね、典型的なあとに、とにかく極悪官側の議中権らは退場したんですけれども、まあ、これはもう時すでに遅しということです。で、理事生たちがですね、農民反乱を引き起こし、これ、理事生の乱といいますけれども、でこれがね、あの皇帝に、 の宮殿に迫ってそして北からはこの神が押し寄せてきて数帝帝は自殺に追い込まれ民は滅亡ということになりました、えっと、理事成の乱のですねこの理事成というこの人物はもともと裕福な農民あの李長子の出なんですけどねでこれその家が没落をしてその後さまざま就職をするんですけれども最終的にクビになって。 軍に加わって頭角を現し至るところに起きているこの農民一揆の、ね、ようなですね民兵・ンンヌヘンですねその中でそれをこう合統一をして大勢力になったという人物ですでこの人物がね北京に向かってなんともあっさりこの宮廷がね宮殿が包囲をされるんですけれどもまあそれにはその事情があった。 で数帝帝はです、ね、自殺に追い込まれる、頑張ってたんだけれども、自殺に追い込まれるとで、もう少し抵抗はできないのかという、でこの時はね、もう明の宮廷は本当に腐敗をしていて、もう皇帝を放って、みんな、雲の子散らしたみたいに逃げていくのねで、もう一人取り残されて、あの庭の木の枝に縄をかけてで、首つって死ぬという。 こういうあれな末路をね数帝帝はたどるんですけれどもでもう一つの理由はねこの主力がこの三階席というところを地図見てもらうとこれあの万里の頂上の東端ですけれどもで海にこうずっと突き出たね海からの迂回も許せないぞというようなこう堅牢な席なんですけれどもここに主力がいたと。でこれをあの指揮しているのが大将軍の御三家なんですけれども。 で御三家は一応新食い、清軍食い止めてたんですけれども、背後では北京で、ね、民が滅びてしまったと、数帝帝が自殺をしたというのを聞くとね、この理事成が皇帝を名乗ったんですけれども、これに従おうとはしないと、で理事成自身ね、あまり人望がなかったと、あまり、ね、これが、ね、全国からこう理事成を立ててという、第二の皇宗税になることはできなかったわけですね。 で、この御三家はですね、この三階席を開けて、もう清軍を北京えっと引き入れるということを決意します。ドラゴンさんこっちですよってなもんでね。ドラゴンってのは誰だって。ドラゴンってうのはね、これあの、巡知帝はまだね、あの、子供なんでね。あの、おじのドラゴンが実権を握っています。あの、清の皇帝はね、この三代から順地帝、 と言ってねこれあのの漢字の名前ですね定語これを持つようになりますからまあ、こっちで覚えておいていいでしょう。当然この人もあの満州族の、ね、愛神魚郎なんとかという名前があるんですけれども、あのー、まあこっちでね覚えてください、順次艇で,で。だからこれから先のですね真の皇帝はあの満州族の言葉、女神族の言葉ね、あれ女神文字、それとあの中国語、漢語。 で、漢字の読み書き。これをね、両方できないといけない。まあ、バイリンガで、でなくては、ね、いけないということになっていくんですけどもね。そして、あのー、この理事政軍が清に敗れるということでね。で、清が北京に入城して、中国全土が清ということになっていきます。これが1644年です、ね。日本では江戸時代の初期ですね。えー、家光の時ですかね。 で御三家はどうかというと御三家は雲南省という、ね、省を一つ与えられてそこを統治していいよとで福建と関東にも漢人諸行といって漢人、ね、の,あの殿様が置かれてこれを、まあ、雲南福建関東というので三藩といいます、ね、で神はねこのドルゴンの時の特徴なんですけれども漢人やモンゴル人を対等に扱ったという。 特徴がありますただね、これ、あのが官の制度についてはね、ねこれはドルゴンはねあの徹底的に圧迫するんですね、廃止をしていこうとするんですよ。で、このこ,こに書いてあるのは、あの八旗っていうですね、八騎兵っていうあの満州族の軍事組織ですけれども、そこにもね、満州八旗、蒙古八旗、それから官軍八旗と言ってで、蒙古はこの本大時の時に、えー、ね、えー、一部、 組み込んで半分に組み込んでますから、えー、ということですよ、ね、そういうふうに、えー、扱ったというわけですだから真の統治下ではまあそれぞれの民族が基本的には平等で、えー、に扱われるとただあの皇帝はもうトップの上層部はねこれは満州族ですけれどもね当然ねえっ、ー、とね後にですね台湾を拠点するとあるんですけれども帝政公という人物です これ母親は、ね、長崎の日本人で,です、ね、あのこれは清、ね、の支配に反発としては戦い続けるんですよそして台湾にこう拠点を移してその後も戦い続けるということになりますいずれにしても、ね、あの清という新たな王朝が誕生したということになりました明の文化を捉えていこうと思います 基本的にはね、層の文化、あの、肝心文化ですね、これを継承していくんですけれども、えー、特にですね、実用主義。 庶民的な文化西洋文化文明の需要といったところがポイントになってきますやはりこれはね東西の交流というものが大きく反映していると言っていいだろうと思います儒学ですけれどもこれは総学といって朱子学というものが、まあ、公認の学のようにずっと扱われてきたわけですけれども最も現モンゴルの時代にはね、えー、これはあ,のあまり顧みられませんけれどもでこの朱子学というのは生息理というところが大きなポイントとしてあるわけですよ。 理というのは宇宙全体の断り、えー、論理ですねそれ性というのは人間の本質です。 でこれは一致しているものだという捉え方でしかしながら人間には心というものがあってです、ねえー、そこにさまざまな欲望であるとかよ、ね、からぬあの迷いというものが生じるとだからこの心の動きを抑えてというところになっていくんですが、ね、そういったところから、ね、非常にあ,のあれなんですよあの現実を無視した、ね、空理空論化していたというところがありますそして勢いをなくしていったところにこの陽明学。あの 陸救援に始まってですね、王陽明に耐性するというですね、王、まあ、陽明はですね、独自にあの考えたんだと、打ち出したんだと言ってますけれども、この陽明学というものが流行していくことになります。で、その空理空論化した出資学に対して、真即理である。つまり、心がその宇宙の論理、ものあのり方。 あるるべき姿に、えー、一致していいんだというわけですつまり人間はですねもともとそういったですね良き心良き知恵というものを持っているつまりこれを知良知というんですけれどもでそういったものをですねあの高めていくことが大事だというわけです。でそこにですね知行合一 まあ、地公合一というふうに読んだ方がいいかもしれませんね。というものを唱えていくということになります。つまり、その心の動きがですね、そのまま行いに反映するようにしていくというわけです。そうした陽明学はですね、これ、自然と政治批判あの、人間の行動面に深く関わっていきますから。 でそういったものに立ちていくようになるどちらかというとねこれは日本でも幕末のです、ね、思想家例えば吉田松陰の中にも大きく影響を与えてますけれどもそういった陽明学が生まれ発展していくということになりましたそしてですね庶民文化と書いてありますけれども庶民文学ですね 四大紀書、これは有名ですね。あの、孫悟空や著白海や佐護城が活躍するですね、西遊紀ですね、えー。それから水古伝ですね。これはあの、宋の奇宋皇帝の時のですね、悪性がですね、えー、山賊のなどの交流をもたらしてですね、正義の山賊が戦うと。ちょっとした史実をもとにしてるんですけれども、宋公の乱というものですね。で、それから三国志演技。これはあの、我々がよく知っている三国志です。あのー、 本来の三国史は、あれは歴史書なんで、ちょっと様子が違います。あの知っているですね、よく三国史といえば思い浮かぶ、あの、劉備玄徳を主人公としたあの物語ですね。劉備玄徳と諸葛孔明ですね。で、これはね、あの、この三国史演技というものが元になっています。で、金平梅で、ね、これはもう、あの、一言、ポルノ小説です。で、こういった小説が書かれていくということになります。四大記書と言います。 で実用の額とありますけれどもこれねあの、陽明学もね、その地行合一、地方合一などと言っているとやっぱりこれ、空理空論化するんですね。本来の心のある,あるべき姿は何なのかといったってあの、まあ、主観的な傾向強いわけですよ。そういったところから、まあ、社会の発展にも伴って、ね、産業や技術を発達する、手工業を発達するしそして農業も大発展をするし。 そしてそうなってくるとですね、人間のこの命というものもの、の重要さも、こう実感されてくるようになるし、で、長生きしたいわけですね。もうどうせこんな世の中生きてったってしょうがないからと思わなくなっていくる。というので、産業技術の図解書である天候解物、そして農業技術書、農政全書。 そして、医学書ですね、薬草薬物の分類集大成という本草項目といったものが生み出されていきます。それぞれ天候、開物、宋、王政、能政、全書助光系、本草項目、理事賃というので、これはね、非常によく問われるテーマです。そして、東西の交流ということを言いましたけれども、この時期にですね、民末の時期ですね、イエズス会の修道士が多く民を訪れます。 でこれは日本にもフランシスコ・ザベールがやってきたようにですねそういう流れの一つなんですね世界的な威ス界による布教というその中のイタリアからやってきたマテオ・リッチリ・マトーというとても難しい漢字を当てているんですけれども、まあ、これは分かりやすいですよね「マトウ・リッチ」ですからねひっくり返してねこれはあの「幾何原本」というあの数学の 本ですね、えー、それを紹介をし、えー、そして今夜万国全屈という当時のヨーロッパで作られたあの世界地図をですね明、えー、のま末の社会に紹介をしていきます。またあのアダム・シャールというドイツから来たこれは東尺帽というどうしてこうなるんだろうという当て字ですけれどもでこれはですね徐皇系にですね、えー、影響を与えてですね数定歴書 暦ですね、これはね。これを作成をしていきます。その手助けをしていくということになります。